はい、どうもこんにちは、アナちゃんです。本日は水曜日面白福祉の時間です。今日はですね、全盲の私たちがどうやってお金を見分けているのか、その紙幣編ですね。お札ですね、要はね。お札どうやって見分けてるのかな。1000円のもの買うのに1万円出してしまう。ああ、この人1000円だと思って出してるって言ってね、悪い人だと持ってかれてしまうかもしれない。いや、そういう人はいないと信じたいですが、ね。でも、ちゃんと一応見分けられることになっております。これで1000円札なんですけど、実はですね、ここに私たち視覚障害者が触って判別できる印がついています。これね、でも見える人はね、ここにあるんですよって言って触ってもらっても、よくわかんないっていう人が多いんですけど、1000円はね、ここにちょっとこう横棒みたいな感じのね、ついてます。で、5000円はね、なんかこうここに、なんかこうポチッとこう丸っちゅうか四角なのかわかんない、丸なのかな、なんかついてるんですよね、ここ。はい。で、1万円はというと鍵みたいな感じ、縦と横鍵ですよね。こうやってここを触れば分かることになってます。それからこれね、1000円、5000円、1万円はね、確かね5ミリずつだと思いましたよ。よいしょ、長さが違うんですよね。こう違いますよね、今こっち揃えると。そうだから、例えばこの印 が分からなかったとしても、必ず財布に1万円札を1枚入れておけば、まあ、それと比べてね、分かるわけです。これ5000円と1万円とかだとちょっと、まあ、5ミリずつしか変わらないけど、これ1万円と1000円だったら、ほらこんなに違うわけですよ、ね、だから、まあ、比べても分かる。で、結構視覚障害者の方って、だから5000円は結構嫌がる人とかも多いんですよね。1000円と1万円だったらもうすぐもう一目瞭然で分かるから。そうそうそう。でね、5000円は結構嫌う人もいるという、その視覚障害者の中で、もう今だいぶっていうかほとんど出回らなくなりましたけど、2000円札っていうのが一応ありますでしょ。あれはね、確かね、5000円と1ミリかなしか変わらないんですよ。ほとんど5000円と一緒で、今まあほとんど出回らなくなったんだけど、出回らなくなったけど時々遭遇しちゃうから怖いですよね。時々遭遇しちゃうこと、実はね、私も2000円でね、やっぱりね、お金出し間違えたことがねありますね。あー、ちょっとしくじっちゃったことか、そう。なので、2000円はね、できればもうね、だいぶなくなったじゃないですか。そろそろ完全になくしていただいてもいいのかななんて、見えない人の立場からすると思っちゃったりもするけど、いかがなものでございましょうか。ということで、お札の見分け方のお話をさせていただきました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。アナちゃんでした。